中東王の日本語教育とは、日本語を母語としない、中東王13カ国の学習者に対し、日本語でのコミュニケーション能力を育成することを指す。ポーランド、チェコ、ブルガリア、ルーマニアを除く中東王において、初等教育段階で日本語を扱っているのは、クロアチア内陸地方トーブスティエパンラディッチ小学校のみである。中東欧の中等教育段階では、クロアチア、 ザグレブ第7高等学校、ザグレブ芸術高等学校、及びセルビアのベオグラード語学専門高等学校などで日本語が教えられている。また、スロベニアのいくつかの高校でも課外活動としてではあるが日本語教育が行われている。中東王の多くの大学で日本語が学ばれている。ポーランド、チェコ、ブルガリア、ルーマニアを除く地域では以下の通り。 国際交流基金日本語教育国地域別情報セルビア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報スロベニア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報スロバキア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報スロバキア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報スロベニア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報マケドニア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報マケドニア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報モンテネグロ2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報マケドニア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報マケドニア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報スロバキア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報スロベニア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報モンテネグロ2013年11月21日閲覧中東欧日本語教育ネットワーク会議2013年11月21日閲覧中東欧日本語教育ネットワーク会議2013年11月21日閲覧 在クロアチア日本国大使館公式サイトにおける大使の挨拶2014年12月22日閲覧在セルビア日本大使館のウェブページ2014年12月22日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国 地域別情報、クロアチア、2013年11月21日、閲覧。国際交流基金、日本語教育国、地域別情報、セルビア、2013年11月21日、閲覧。国際交流基金、日本語教育国、地域別情報、スロベニア、2013年11月21日、閲覧。国際交流基金、日本語教育国、 地域別情報、クロアチア、2013年11月21日、閲覧。国際交流基金、日本語教育国、地域別情報、スロバキア、2013年11月21日、閲覧。国際交流基金、日本語教育国、地域別情報、スロベニア、2013年11月21日、閲覧。国際交流基金、 日本語教育国地域別情報セルビア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報マケドニア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報スロベニア2013年11月21日閲覧 国際交流基金日本語教育国地域別情報セルビア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報マケドニア2013年11月21日閲覧国際交流基金日本語教育国地域別情報クロアチア2013年11月21日閲覧 ブルガリア日本語教師会キリルラデフ2013年11月21日閲覧ありがとうございます